はい、それでは今回もやっていきましょう。認知行動療法の、今回は強迫観念リストになります。まあ、前回認知の誤り、いわゆる自動思考についてお話ししましたけど、今回はスキーマですね。当然と思っている思考、まあ、昔の教育やトラウマなどによって、自分の中に植え付けられた、まあ、当然と思われている、当たり前ではないんだけど自分の中では当たり前になっているのがあなたを追い詰めているかもしれませんよというのが今回の強迫観念リストになります。まあ、まずじゃあ基本からもう一回振り返っていきましょう。認知行動療法とはそもそも何かというと、思い込みを変えることでメンタルを変える手法になります。まあ、出来事に対して解釈は人それぞれです。これが解釈がネガティブすぎることで、結構、まあ、ネガティブ思考になってうつ病になっていくということが起きるので、認知行動療法によって、この思い込み、このネガティブな思考に移り変わるところを対処してあげましょうというのが今回のお話する内容になります。で、前回自動思考、状況から自動的に思考が生まれるとして、まあ、5つ紹介しました。まあ、01思考だったりとか、あとは、まあ、自分に非常に関連させるとか、一般化とか、まあ、あと拡大解釈とかですね。そういった、まあ、無意識のうちに、まあ、ネガティブな方向に思考しちゃってる。まあ、そういったことをお話して、まあ、今回はスキーマーですね。教育やトラウマだと当然と思っていることについて、で、まあ、いくつか例を挙げて、まあ、自分に当てはまってないか、自分がちょっと思考の偏りがないかということを考えていきましょう。はい。で、スキーマっていうのはそもそも誰にでもあるんですね。当然教育やトラウマというのは、まあ、トラウマに関してはまあない、ある程度少ない人も多いですけど、まあ、教育によって、まあ、常識というのは、まあ、20代までに植え付けられていくわけです。で、それに関していいスキーマと悪いスキーマがあります。いいスキーマに関しては過去の、経験とかによって役に立つものですね。例えば時間はできるだけ守った方がいいなとか、あと人間関係でまあ、人の話を聞いた方がなんとなく好かれるなとか、そういったまあいいスキーマっていうのがあります。で、逆に悪いスキーマというのは自分を追い込む敵になります。絶対に時間を守らないといけないとなると、まあその前の準備とか、非常にまあストレスのかかる状況になってくるわけですね。コミュニケーションも絶対に相手を楽しませなきゃいけないというふうに考えてしまうと、まあそのコミュニケーションはリラックスの時間ではなくてストレスの時間になってしまうと。そういったことで、まあ、スキーマというのは考え方によって非常に、役に立つときと、追い込むときっていうのがあります。しかも先ほど言ったように、時間を守るというのは、ある意味役に立っている点もあるわけですね。なので、そういった両面の部分があるので、まあ、その部分、まあ、偏りすぎているかどうかっていうのはぜひ見てほしいかなと思います。それ自体は悪いことではないんだけど、自分も追い込みすぎるというのが非常に悪いことになってくるので、そこを例えば時間を守らないと絶対にいけないとなると、あまりにも思考的には偏っていると。そうなってくると、まあ、時間は守った方がいいくらいの、そういった、まあ、やんわりと、まあ、中間点ぐらいに思考になるようにイメージして、少しずつ、思考を和らげていきましょうというのが今回の内容になります。じゃあいいスキーマと悪いスキーマ、今回紹介したいと思います。これを見て、まあ、なんとなく自分が悪いスキーマ側に寄ってると思ったら、このいいスキーマの解釈に少しずつ変えていくというのをちょっと意識してみてください。じゃあ、2つそれぞれ、話していきたいと思います。いいスキーマ、まあ、やっぱポジティブな内容が非常に多いですけど、まずなんとかできるという感覚ですね。20代までに失敗を繰り返してきた人は、自分のいわゆる自己効力感と呼ばれますけど、まあ、失敗に対する免疫力っていうのは、自分は頑張れば少しずつ進んでいく、そういったメンタルが少しずつ構築されていきます。その結果いいスキーマとして何とかできるというものが、出来上がります。で、一方で悪いスキーマとしては、なんかまあ20代まで少しずつ、何かを挑戦してきた時に、親に失敗した時に怒られて、失敗してない時は特に褒められる、まあ失敗してない時に褒められるということ、まあ、いわゆるまあテストで100点をみんなが取ってるから100点を取れば褒められるというような状況だと、まあ、完璧でないといけないというスキーマが出来上がるわけです。なので、まあ、失敗を責められた経験が多いとこういった考えになってくるので、ぜひまあこういった考え少しずつまあ修正していく、いわゆる自己効力感を高めていくというふうに移行させてみましょう。で、あとはまあ信頼されているとか、私は魅力があるというふうな、まあ、こういった
まあ、人と人間関係を少しずつ構築してくることによって、自分に自信を持って、で、人とのつながりを非常に強く感じるっていうのが、まあ、いいスキーマになります。要は年月をかけてコミュニケーションを取ってきたことで構築したものになります。で、一方で悪いスキーマは、私は見せかけの人間だとか、そういった考え方ですね。人に気を使うということは、まあ、非常にいいことなんですけど、人に気を使いすぎて自分の本心が出せていないと。自分は嘘ついているんだと、そういった考え方になっていくのが悪いスキーマになります。なので、まあ、事実としてはいいことをやっているんだけど、ただ、まあ、自分を追い込んでしまっているという点で非常に悪いスキーマになってしまっているので、こういった、まあ、人間関係も必ずしも維持しないといけないという考えがあるからこそこういった考えになります。人間関係も最悪自分が、素を出せないのであればその人間関係は必要ないと思えば少し、気分を、まあ、もうちょっと緩い気持ちで、人間関係に当たれるかなと思います。で、最後は準備すればうまくいくとか、まあ、それでいいスキーマですね。まあ、これも、まあ、過去の成功体験の傾向を見て、少しずつが、まあ、構築していたものになります。あと人がいると休まらないとか、こういうのも悪いスキーマになります。これも、まあ、要は上と一緒で人間関係に関する内容ですね。人間関係は必ず、失敗してしまうと、今後すごく悪いことが起きるとか、絶対に直すことができないとか、そういった、まあ、自分を脅迫的に追い込んでしまっている状況になっているので、まあ、最悪人間関係も失敗したら失敗したでその時頑張ればいいと思うっていうのも一つ、悪いスキーマから脱却する一つの考え方かなと思います。はい、ということで、まあ、今回スキーマについてお話ししました。脅迫関連リストということで、まあ、スキーマに関してお話ししました。で、結局何だったかというと、失敗するとダメだっていう考え方が基本的に、まあ、脅迫関連に陥りがちです。なので、まあ、失敗してもいいっていうようなこの、まあ、少しずつ失敗を重ねていって、まあ、失敗してもそんなに、大事は起きないということを知ることができれば、ある程度メンタル改善になるかなと思いますので、まあ、小さな失敗から、まあ、わざとでなくてもいいんですけど、失敗してそうなことに少しずつ取り組んでいって、まあ、失敗しても大丈夫だという安心感を得るっていうのが、まず一つ目のステップなのかなと思います。はい、ということで今回は脅迫関連リストについて紹介しました。では、次回も、認知行動療法第5回のうち3回目をお話していきたいと思いますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。